雨がすごいよ。大丈夫これ。こんにちは、平山茂です。今日は6月25日、金曜日ですね。現在お昼12時をちょうど回ったところでございますけれども、突然の雨でございます。ちょっとね、納豆巻き食べてたら雨が降ってきました。雷もね、結構ゴロゴロ。結構強い雨が降ってますね。怖いな。この騒音は雨でございます。なかなかなお昼だな。夕方ぐらいだったらわかるけど。さあ金曜日、ちょっとね、今この撮影中はまだお昼ですけども、皆様大丈夫だったでしょうか。今日一日大丈夫ですよね。今日も一日皆様お疲れ様でございました。本当にお疲れ様でした。お昼なのにこの暗さはちょっとね、多分まあ10分も走ったらもう晴れてると思うんですけど、さあ今日はね、ちょっと名古屋は午前中からとんでもない雨雲が通り過ぎて大変なことになりましたけれども、まあ、まだ通過中ですけどね、ちょっと私は今退避しました、明るい方へ。いやちょっと危なかったな。まあ皆さんがね、ご無事なことを祈ります。急な水たまりとかあったからね、多分バイク乗ってた人とかは結構焦ったんじゃないかな。ハンドル取られるだろうし、滑るし、大丈夫だったと思いますけれども、さあ明日明後日はね、週末という方多いと思いますけども、ただまあ天気があんまりよろしくなさそうなのでね、まあ、何かしら作戦を練ってですね、週末楽しんでいただきたいなと思いますけれども、エアコンかけようかな。エアコンつけました。窓開けられないからね、ちょっと暑いんですよね。さすがにこれはね、危ないんだけど、無理はしない、無理はしませんよ。また救急車来た。さっきすれ違ったの。
せましたけど、大丈夫かな、間に合うかな、間に合ってよ本当にね。運転中やっぱりどうしても救急車に遭遇することってあると思うんですけども、そういう時はもう速やかに、後ろから救急車来たと思ったらもう速やかに譲りましょう。まだいいやまだいいやってずっとやってるとね、信号で赤で捕まったりすると結局ね救急車さんが通れなくなっちゃうんで、もう速やかに道は譲りましょう。もう今日言いたいのはこれだな、もう一番言いたいのはこれだ、救急車は最優先、まあ、消防車とね救急の車はとにかく最優先で行かせてあげてください。よいしょ。さあまた明日もお会いしましょう。平山茂でした。また明日。